バルナの戦い。バルナの戦いは、1444年11月10日に、現在のブルガリア、バルナ近郊で起きた戦闘。オスマン帝国のスルタン村と二世軍が、キリスト教国連合軍を敗退させた。ハンガリー王国が組織した、バルナ十字軍最後の戦いであった。1440年から1442年に、 かけてのベオグラードとトランシルバニアへの遠征の失敗。1442年から1443年に、かけてのフニャディアーノ種の遠征の失敗。これらの後に、村と二世は、ハンガリーとの間に、セゲド条約、10年の休戦を結んだ。1444年8月に、村と二世は、アナトリアーノ・カラマイ君公国、との間に和平を成立させてから、 息子のメフメト二世にスルタン位を譲った。和平が成立したにもかかわらず、ハンガリーはベネツヤ共和国、そして新たな十字軍を組織するローマ教皇、エウゲニウス四世と協力関係を結んだ。この知らせで、ムラト二世はメフメト二世の求めで福員させられた。自分はもはやスルタンではないという理由で、ムラトは最初のこの召喚を頑固に跳ねつけたが、 国の危機に際して福井せざるを得なかった、イエニチェリが福井を求めて、反乱を起こしたとも言われる。キリスト教国根性軍は、全軍の総大将として、ポーランド王権ハンガリー王ブアディスワフ三世、ハンガリー王としての正式名は、ウラースロー一世率いるハンガリーが主力となり、その他ポーランド、ボヘミア、強行軍、ドイツ、ボスニア、クロアチア、ブルガリア、ワラキア、 リトアニア、セルビア、ルテニアからの小規模な文献体から構成された。これは基本的にはハンガリーの戦争であるため、全軍の主力はハンガリー軍であり、これはブワディスワフ三世王に仕え、ポーランドにいる王がハンガリーを留守にしている間、総督としてハンガリー政治を任されていた摂政フニャディアーノ主が元帥として率いた。数の上では圧倒的に トルコが優勢だった。ハンガリーは準備が不十分な上、コンスタンティノープルとアルバニアからの約束された援軍が到着しなかった。ハンガリー軍は小さく不均衡であったハンガリーのマグナートの大半がこの世を支持しなかった。300人のボヘミア人傭兵を除いて不評がほとんどいなかった。11月9日、遊国4万から6万人を要する大規模な トルコ軍が西からバルナへ接近した。翌10日から始まった戦闘が進むにつれ、キリスト教国混成軍が劣勢となった。ハンガリー軍の主力はバルナ湖の泥に馬の足を取られて、トルコ不評の英食となり、瞬時のうちに撃破された、このハンガリー部隊と一緒にいた各国軍のうち、クロアチア軍のみが脱出に成功し、全軍の本陣に戻った。ここで、ふにゃぎが、 ハイカのハンガリー部隊を率いて、主力軍の救援に向かうことが決まり、フニャディは王には、フニャディの部隊が戻るまで本陣に留まるようにと、上層した。しかし20歳の若きポーランドイコール、ハンガリー王ブアディスワフ三世は、トルコ軍中央の陣が見た目ほど堅牢でないことを見抜くと、フニャディの上層を無視し、精鋭のポーランド人、騎士500人を連れて、自軍の本陣から、出撃。 スルタンの本人へ向かって中央から突撃した。彼らは、スルタンの周りを固めるイエニチェリを打ち破り、村と二世を捕虜にしようと企てたのだった。この電撃作戦は成功し、イエニチェリの防衛線は撃破され、王の計画通り、トルコ軍親衛隊は大混乱に陥った。ポーランド親衛隊はあと少しでスルタンを捕獲する、ところまで迫った。ところが、王が乗っていた馬が、 スルタンのすぐ目の前で歓声に足を取られ、ブワディスワフ王は落馬してしまったのである。そこへ集まった家にチェリ親衛隊によって、不運にもブワディスワフ三世は殺害されたと伝えられる。伝承によると、殺害後に切り落とされた首はトルコ宮廷へ送られたとされている。王の死で落胆したポーランド騎兵隊はトルコ不評に包囲された。王が戦死したことで、今度は、 ヨーロッパ軍の指揮系統が混乱し、トルコ軍の反撃に対処することが難しくなった。王が落命したとの情報を得た摂政フニャディは、王の遺体を取り返そうと試みたが、彼がすべて完成できたのは、ヨーロッパ軍の残存兵の退却を指揮することだった。捕虜となったキリスト教軍の兵士は、虐殺されるか奴隷として売られた。村と二世は、1448年のコソボの戦い、 で再び、フニャディアーノ主率いるハンガリー、ワラキア、モルダビア混成軍を打ち破った。バルカン半島のキリスト教国家は、以後、オスマン帝国支配下に置かれることになった。オスマン帝国ではさらに、1453年に、成就するコンスタンティノープルの陥落の準備が、進められた。ブワディスワフ3世の死の状況については、伝承が残るのみで、 本当にに戦死したのかかどうかは常に議論が交わされている。というのもトルコ側は王の首を取ったと主張したものの王の遺体やその着衣や鎧など王を示す遺物は全く発見されていなかったからである当時のポーランドの中央政界では貴族たちによる合議制の政治黄金の自由が行われ王個人はほとんど何の政治的権限も、持っていなかった。 ポーランドでは、ブワディスワフを支持する勢力とその弟、カジミエ氏を支持する勢力とに分かれており、バルナでの敗戦は帰国後のブワディスワフの身辺を危うくする可能性があった。ポルトガルに伝わる伝説では、ブワディスワフは一時的にスルタンの捕虜になった後、すぐに解放されてエルサレム巡礼に出かけ、その後ポーランドには戻らずに、アフォンソ5世のポルトガル王の援助で、 マデーラ島のジラン・ミサキ一帯に領地を提供され、市内山の聖カタリナ騎士団に加わり、そこで、ポーランドにおける自身の支持者たちや、ポルトガルやスペインなど南欧の王室からの保護を、受けながら、信仰生活を送ったとされる。マデーラ島の聖カタリナ・マグダラの聖マリア教会は、ブワディスワフが1471年に建立し、死後に埋葬された場所とされる。ブワディスワフ三世は、 マデーラ島で現地のポルトガル女性との間に王子を設けたとされるが、その王子というのがクリストファー・コロンブスであるという説が近年、アメリカデューク大学の歴史学者マヌエル・ロサによって提起されており、数多くの間接的証拠が示されている。ポーランド政府には、ブワディスワフ3世の父ブワディスワフ2世とコロンブスの DNA の比較鑑定の依頼が行われる予定である。 ポーランドイコール、ハンガリー王であった、ブワディスワフ三世、ブラースロー一世は、独身で着手がなかったことから、両国の王位継承は混乱することになった。ハンガリー王位は、ハンガリー王兼ねたローマ王アルブレヒト二世の意地で、わずか4歳のラディスラウス・ポストゥムスが継承した。ラディスラウスが10代で死んだ時、ボヘミアの勢力によって、毒を盛られたのではないかという噂が立った。 しかし、現代の調査では、それが否定され、結核で死んだことが判明している。その後のハンガリー王位をめぐっては、フニャディアーノ氏の長男、ラースローと、次男、マーチャーシュの兄弟間で抗争があり、結果としてマーチャーシュが王位についた。ポーランド王位は3年の空白の後、ブワディスワフ三世の弟カジュミエシュ四世が継承した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。